8月13日金曜日、今ね朝7時です。で、今日はちょっと1日ね仕事休み取って、これから、家族とね、あと友達と、あとまあ娘のね友達たちと一緒に、徳島県のね穴吹川に遊びに行ってきます。で、このねお盆期間中なんですけど、トレーラー友達がね、我が家に遊びに来てくれてます。昨日は午後から、徳島のね阿波踊りを見に行ってきました。去年ちょっと行けなかったんですけど、やっぱりね、四国を代表する夏祭りなんですが、すごいね、盛り上がって楽しかったです。今日もね、暑い一日になりそうなんですが、川遊びね、しっかり楽しんでいきたいと思います。それでは出発します。徳島県の穴吹川に到着しました。じゃん。ちょっとね、いつもより水がね少なめなんですけど、見てください、この透明度超透けてる。もうほんとね、四国でも1番2番を争う、透明度の高い川です。じゃあ早速ね、いただいちゃいます。おお、冷てえ。超冷たい。なんかね、本当に流れるプール、水深はね、もうかなり浅いんで、膝上ぐらいまでしかないです。なんか夏って感じですね。河原は今こんな感じです。ちなみにね、うちの車はここ、一応ね四駆なんで、まあ、ある程度ね下が閉まってたら、河原下ろせますね。海岸もね、こんな感じ、すごい車がいっぱい。今日ね、入道雲がすごいですね。はっきり、めっちゃ攻撃されてる。火つきました？うん、火ついて、あと火ついて、はい。昼前になってどんどんね人が増えてきて、もうほとんどプール状態。昼飯の準備、こっちは炭。これ何、特注の鉄板ですか？まあ特注というか、鉄板屋さんにもらったんでね。ちょっと炭多いんじゃないですか？え、炭が多いんじゃないですか？同じような、まずはね、焼き鳥から。あの、メガネかけた頭倉庫の方って言ったらね、どうしじゃ。おー、超うまそう。いい感じ。焼き肉。ここね、この人ね、子供よりすごく遊ぶ人。川遊びから帰ってきてね、今日晩飯ここでいただきます。じゃん、奥戸さん。こんばんは。
うまそう。そうでしょ。カレーの煮付けとサバの煮付け。揚げ物とか。あんまりね、お腹空いてないんで、唐揚げ3個と冷ややっこと、あとビールいただきます。それではお疲れ様です。お疲れ様です。はい、完食しました。じゃあ帰ります。朝から、徳島の穴吹川で川遊びして、で今ねちょうど晩飯食って、帰ってる途中です。で結構ね朝から暑かったんですけど、楽しくね遊ぶことできました。で今日はこんなところで終わりたいと思います。またチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではまた。